Vlogmas Day 3! イェーイ！携帯で撮ってる。ごめん。OK! 聞いて。朝はカメラ持ってったの。なんだけど、充電器バッテリーがここにあるの。で、バッテリー入れてないまま持ってったの。ビログ撮ろうと思って、ホームセンター行ったから、クリスマスツリー探しに。なんか、安めなやつ、セールしてるやつ。昨日は1個しかないのもあったし、6個しかないっていうのもあった。けど、今日行ってみたら、なんもない。はぁ、いや。で、車でちょっとビログ撮ったけど、変かもしれない。ちょっとホームセンターで、ホームセンターっていうの？で、なんか、クリスマスツリーがあるってネットで書いてあったから、それを見に行ったんだけど、なかったでーす。売り切れなんだよって感じ。でもとりあえずこれからガソリン入れて家帰る予定です。がっかり。クリスマスツリーいいのはいろいろあったけど、300ドルとか400ドルそんな払いたくないじゃん。なんでよって感じ。綺麗なんだけどね、一個一個がなんか本物っぽくて。でも4万円も払いたくないでしょ。 Anyways、 で、カメラちょっとでかいから邪魔じゃん。今使ってるカバン、今日これで、なんかやるよと思ったけど、なんかいいやと思って、バッテリーがないし、だから車に置いたの。今車に忘れてきた。車の中ね、見えないところ。Oh my god。 まあとりあえず、しょうがない、お腹すいた。お腹すいた。ってことで、子供たちは今日はディンのプレイデートだから、クラスメートを学校からこっちまで連れてきて、で2人とも友達がマック食べたいって言って、でお母さんに聞いたの、マック買ってあげていいのって聞いたら、いいよって言われて、だからマック買った。クォーターてか、マック久しぶり。クォーターパウンドってこんな感じだっけ。なんかもっとすごかったような気がするんだけど、しょぼくない、何も入ってないんだよこれ。クォーターパウンダー、朝から何も食べないから何でもうまい。トマトとかレタス入れよう。I'm gonna add tomato and lettuce and mayonnaise. QP mayonnaise も入れよう。Wait, there. I said there. Well, when you did not come. Oh, wait. What? There was Skywarp? I didn't know they had a RX. Yeah.星座、エジェちゃんはお仕事。面白い顔したのにオフにしちゃった。Okay, on again. さっきの時間。誰も構ってくれない私。どうしたらいいかわからない。何しよう。集まる森で遊ぼうか。今変な時間にマック食べたから、夜ご飯は軽く、もし男子お腹すいたら、エジェは後で食べるって。ディーンは多分軽くサンドイッチかなんか。なんかどうしたらいいかわからない私。洗濯物たたもん。ディーンのまだたたんでなかった。はい、どうも。で、集まる森のアミーボ開けたかったんだけど、昨日ディーンとなんか開けようよっつって、一緒に開けよう。でもディーンはなんか忙しかったのね。だからなんか後でってなって、で後で私がちょっと忙しくなってでディーンがじゃあ明日開けようみたいな
でも今日はディン忙しいじゃん。だから明日かな。なんかカメラで撮りたい。カメラで撮りたい今は。なんか動画で撮ってみんなに見せたいの、何が入ってたかとかさ。でもなんかもう気になってしょうがないから。そうなんですよ。だから明日撮れたら撮りたいと思います。何が入ってるかすごい楽しみ。寒い、今日思ったよりも寒い。今日のビログマスちょっと変な感じでごめんね。なんか落ち着きのない私。いや、とりあえず子供たちは喜んでて、マック食べながら同じゲーム遊んで、2人ともゴジラ大好き、同じゲーム大好きってずっと喋ってたの。車で可愛いの。2人ともゴジラ見終わって楽しく過ごしてる。友達のお母さんは6時頃に来るっていた。ディーノ終わった。お友達が帰った。どうも。夜のスキンケアをしましょう。今扱ってるスキンケアはこんな感じね。ここが私のスキンケアのもので、見えるかな、見える？ディオドラントはスキンケアじゃないけど、これは頭の地肌につけるやつ。この前アイハーブから買って購入品紹介で見せたんだけど、これ好き。もう結構使ってる。で、匂いは T3 の匂いだからちょっと強め。これは、CBD オイルの、40% だったけどちょっと取れちゃった。もうあとちょっとしかないんだけど、これは、頭の地肌とか、肌とかなんか荒れてるところとかに使ってる。あとちょびっとしかないから。で、これはこの前のアイハーブの購入品紹介で紹介したやつです。これ好き。これもまだちょっとあるから、なんかね、まあ、とりあえずこれもあるし、アイクリームこの2つと、これと、これは足のクリーム、これは髪の毛クリーム、これはボディーソープ、ボディースプレーでですね。私結構ちょこちょこなんか変えてるスキンケア。なんか時期とかさ、自分の肌の調子によって変えたりとか、ストップして違うの使って、でまたストップしてまた戻ってみたいな感じでよくやってるから、で最近はネイチャーキャンのクリームはなくなっちゃったから、なんか違うのはある。あのマルチバームはあるんだけど、それはキチクにつけるのが好きな。なぜかというと潤うから。あとはドライスポットあれば、もうないけど、イエーイ、マスクが効いたのかな。いや、何をとした。もうとりあえずスキンケア、まずは洗顔。今使ってる洗顔フォームはこれです。これ、ビオレで顔洗ってる。あと、アイハーブから買って紹介したのがこの前これでしょ。このマスクとこのダーマイーのマイクロダーマブレーション。このマスクは匂いがすごく良くて好きです。あー、いい匂い、こんな感じで。このマイクロダーマブレーションはすっごくキメが細かいのね。匂いは好き、シトラスで、キメが細かくてザラザラしてるから、ほっぺは好きじゃない。なんかちょっと痛い感じだけど、鼻の毛穴でかいから、私だから鼻は平気だ。肌が弱い人はやめた方がいいと思う、これはね。ちょっとキメが細かくて、なんか傷つけないけど、なんか居心地悪い、やり心地悪い。何やってる、こうやってやってる時にあんまり好きじゃないけど、普通に鼻は平気で、細かいから目とか気をつけてね、入らないように。まあ、とりあえずこれは週2回とかって書いてあって、私週1とか使ってる。とりあえず洗顔フォームしてこれを使う。
これはザラザラしてないから目とかは平気で、とりあえずモツから取ります。コンシーラーとか今日は何もつけてない、チークつけてないと思う。多分マスカラだけだったような気がする。チークつけたか、でもマスクで取れたんだろうね。ここになんかできた。いや、やっぱり好きじゃない、ほっぺ。構わないって感じだけど、あんま好きじゃない。すごいザラザラしてる。細かいザラザラ。アイクリーム。はセラビーのアイクリーム、これもアイハーブ売ってなかったらごめん。今日は別にセラムつけなくていいかなって感じなので、トーナーをつけてメガネの後気にしないで、そうで、これからマスクつけるんだけど、その LED マスクで、スキンケアやってからでも大丈夫って、言われたので、スキンケアやってからマスクやる。うん、クリームつけようかな。クリームはこれ、トーナーはこれね、アイハーブブランドで、なんか韓国インスピレーションにして作ったブランドかなんかで、すごくいい匂い、好き。はい、とりあえずリップが乾燥してるので、リップクリームつけて、いつも寝る前とか朝気づいた時とかにつけるといいんすよ。で、このマスクを使ってる。で、気づいたこと、これ何週間か使わないで様子見ようと思って、で使わなかったの、ずっと。そしたら気づいたことは、なんか肌が生き生きしてなかった、なんか疲れてる感じな、肌になってる最近私なんだろうとかと思って、これかなみたいな、わかんないけどさ、たまたまその時そうだったかもしれないんだけど、でもなんか最近肌生きてないって思ってた時があって、やっぱこれやめたからかなとかと思って、まだね、私の肌は別にいまいちね、なんかニキビ跡とかさ、傷跡とか、そう、赤いのとかそういうのないから、あんまわからないけど、ただ気づいたことは肌が明るくなってて生き生きしてる感じと、乾燥がなくなった、乾燥スポット完全になくなったもん。いや、だこれかなと思う。Anyways、 これで10分間ブラブラする。クリスマス映画見てる男子。 OK! Oh my god! 可愛くなった。あとはアールがくれたこのタルトのクリームがあるんですけれども、これいい匂い、怖いよって。これをExtra extra moisturizing って感じでつけてる。なんかちょっとで伸びが良くて冷たいって感じ。 I like it. OK! はい、これが私の夜のスキンケアのルーティーンです。まあ、ぶっちゃけすんげえ疲れててめんどくさい時はもうただ顔洗って、もうああだれやだって感じでこれをつけて、で終わったらここのホホバオイルがアルガンオイルつけておしまいみたいな感じの時もあれば、ちゃんとやる時もあるけど、ちゃんとやろうっていつも思ってるね。 Yesとりあえず今日は動画結構めちゃくちゃだったんだけど、本当にごめんね、なんかね、いや、また明日は、週末休みだから明日ちゃんと動画撮るね。明日はクリスマスツリー探しに行きたい。
エイジアも外出たいって言ってたから、クリスマスツリーちょうどいいと思って、なんかみんなで探しに行こうみたいな。いや、今日集まる森遊べなかったの。遊んでない。お店に何あるかなって毎日チェックしてさ、ちょっとチェックしようかな。でもなんか眠い。とりあえず明日でいいかな。眠くなってきた。Anyways、また明日のビログマスで会いましょう。今日は変な感じの、なんか落ち着きのないビログマスでごめんね。また明日会いましょう。Bye! I love you! Thank you for watching!